市役義は日本のジャーナリスト、経済評論家。1910年東京に生まれる。東京府立第一中学校、第一高等学校を経て、1930年、東京帝国大学経済学部に入学。河合栄二郎の演習に参加し、理想主義、人格主義に基づいて、マルクス主義にもファシズムにも反対する河合の態度に共感する。 卒業後も、河合英二郎事件で弾圧された死の河合をよく、助ける。1933年、東京帝国大学経済学部を卒業し、朝日新聞社に入社。1945年からは、論説委員を務めた。1964年、産経新聞社に移り、常務取締役、専務取締役を務め、1969年社長が、 水野茂雄からしかない信孝に代わり、産経新聞として、安保条約検事を表明したのを機に退社し、後経済評論家として活動する。その間、社外においては、河合文化の中心として、山田文雄、木村健康、石上良平、関義彦、猪木正道らと、社会思想研究会を立ち上げる。その後の同系統の研究団体にも参加する。 経済専門家として戦後の高度成長期には園長寺次,次郎らとともに政府関係の各種審議会の委員として活躍。論客として政府の経済政策に影響を与えた。関わった審議会としては経済審議会、国土総合開発審議会、産業構造審議会、税制調査会、石油審議会などがある。発足以来委員だった。 通産省諮問機関の石油審議会では政府の石油政策を批判して1983年に辞任した。関わった経済団体としては中東経済研究所総合政策研究会などがある。テレビ番組時事報談ではオバマとしなりの交番後、細川隆源、藤原弘達、加藤博士と共に4人組の常連として約10年間出演する。 弟子筋には佐藤博之行、田久保忠恵、三宅正也、吉田忠夫、和波秀夫などがいる。娘婿は元通産省中小企業庁長官で原電源地域振興センター理事長の新しい近所である。ただし、土屋の最終的立場は社会福祉の発展した高度資本主義を是とするものであった。彼はその理由としてソ連社会主義の行き詰まり、 資本主義の経済の変容、日本資本主義の高度成長の3点を挙げている。河合も存命で高度資本主義の現実を見れば、自分と同じ立場に立つのではと推測する。土屋清エコノミスト50年山手処防、1980年、190から197ページ。その時の、時事放弾の様子は、細川隆言、藤原弘達、土屋清加藤博 4人組の大砲弾、時事砲弾に詳しい、ありがとうございます。